皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日はスポーツ貧血についてのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。スポーツされてる方で、めまいとか立ちくらみがしたりですとか、疲労感がすごく感じやすい、そういった自覚症状がある場合だったりとか、血液検査をした時にヘモグロビンの数値が低い、そういった症状がある方、検査時そういうデータが出た方っていうのは、貧血になるかと思います。血液検査のヘモグロビンの数値でいきますと、男性ですと 13g パーデシリットル未満、女性ですと 12g パーデシリットル未満に分類される方が、貧血と言われるんですけれども、アスリートの場合ですとこの数値がですね、必ずしも当てはまるわけではなくて、もう少し基準を上回っていても疲労感ですとかめまいとかっていうことを感じることがあります。逆にですね、ハイパフォーマンスを発揮したアスリートの数値を調べると 14g パーデシリットル以上のヘモグロビン値が計測されたケースもありますので、ちょっと運動している方でしたらそれぐらいを目安にしていただいてもいいのかなというふうに思います。貧血を起こしてしまう理由なんですけれども、一つはエネルギー不足ですね。運動量に見合ったエネルギーが摂取できていないことによってで、相対的なエネルギー不足ということと、それに伴って、鉄の摂取というのが少ない場合、こういったことがですね、原因として挙げられます。さらにアスリートの場合ですと、運動による鉄の損失というところで、長距離ランナーですとか、足の裏を強く何回もつくような、そういう競技をされている方っていうのも、溶血性の鉄不足に陥りがちですし、汗とかそういったものでも鉄が損失してしまいます。またアスリートの場合ですと、鉄の吸収をちょっと妨げるようなホルモンが出てしまうとも、報告されていますので、貧血に陥りやすいというふうに言われています。あとはタンパク質の不足も入ってきますね。タンパク質もですね、やはり造血に必要な成分になってきますので、運動するとタンパク質の必要量も増えてくるので、タンパク質不足というのも貧血の要因になります。ではですね、そのスポーツ貧血を予防したり改善するためにはどうしたらいいかというとこなんですけれども、鉄の1日の摂取推奨量なんですけれども、日本人の食事摂取基準で、運動してない方ですね、12歳から14歳の男性で 10mg、 同じ年齢の女性で月経がある場合ですねは 12mg となっています。そして成人の場合は男性は 7.5mg で、月経のある女性で 11mg が必要とされています。これは運動していない人の数字になりますので、運動している場合ですともっと必要になるので、これ以上取るように意識していただければと思います。スポーツ貧血をですね、改善するために必要な栄養素なんですけれども、ビタミン B6 と B12 と葉酸という栄養が必要になります。ビタミン B6 が多く含まれている食材はレバーですとか、うなぎ、納豆、卵、これに多く含まれています。ビタミン B12 は貝類、そして葉酸はレバーやうなぎ、あと緑黄色野菜に多く含まれています。またビタミン C は鉄の吸収を助ける働きがありますので、一緒に摂るとより良いかと思います。ですのでスポーツ貧血を改善するためには、ビタミンですとか、あとはもちろん鉄ですね、バランスよく摂り、なおタンパク質と十分な食事量というのも必要になってきます。3食の、食事の中でバランスよく摂ることが望ましいんですけれども、スポーツ貧血になりやすい方としては、特に体重制限がある競技をされている方、体重コントロールが必要な方、もしくは減量をしている方っていうのに、スポーツ貧血が起こりやすい現象が起こってくるんですけれども、ただそういった選手の場合ですと、十分な食事量を摂ることっていうのも制限されてくるので、難しくなってくるかと思います。ですのでそういった場合にはサプリメントの使用というのも検討していただいて、それらの栄養素が不足しないようにしていただくのも大切かと思います。このスポーツ貧血なんですけれども、こまめにですね、経過というのを見ていく必要がありますので、一つはですね、血液検査のヘモグロビン値であったり、自分の自覚症状というのもですね、こまめに観察しながら自分の調子を見ていっていただくのもいいかと思います。それでは今日はスポーツ貧血についてのお話をさせていただきました。体重コントロールが必要な競技の方はもちろんなんですけれども、そうでないアスリートの方もですね、結構陥りがちになるかと思いますので、意識をしてそれらの栄養素を摂るようにしていただければと思います。次回はですね、
ね、身体組成の測定方法についてのお話をしたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。